皆さんは1990年代のレースゲームといえば何を思い浮かべますか？私はやっぱりスーパーマリオカート、マリオやルイージに加え、ドンキーやクッパなどいろんなキャラが登場して、いろんなアイテムを駆使して戦うレースはどれも白熱し、当時子供だった私は毎日学校帰りに友達とレースをしたものです。ですが、今回紹介するレースゲームはこれではありません。皆さんにはとっておきのレースゲームをご用意しました。というわけで今回はドラゲー史上初のレースゲーム、ドラえもんカートの解説実況をしていこうと思うぜ。このゲームは開発元が MTO という、モータースポーツソフトウェアテクニカルオフィスという、名前からもわかる通りレースゲームを得意とした会社であり、これにマリオカートのようにドラえもんの秘密道具を駆使しながら、戦うレースゲームであり、これはもうただのキャラゲーとしてではなく、勝ちが決まっているような神ゲーに違いないので、皆さんにはこれからたっぷりこのゲームの世界に浸っていただきます。おほう、というわけで早速、オープニングは長いのであらすじだけ解説。ある日のび太の学校でチビ四駆が大流行。だがのび太はチビ四駆を持っていなかったので、スネ夫とジェイアンにチビ四駆を持っていないと馬鹿にされ、ドラえもんにチビ四駆を出してとお願いしたら、チビ四駆ではなく、未来の子供たちの間で流行っている箱にはカートを出してくれ。いつものメンバー5人でそれぞれコースを作ってレースをするのであった。というわけで早速まずはキャラクター選択。細かい能力差もあるけど、最初は特に気にせずのび太くんを選んでみよう。そしてあらすじ通り各自コースを作っているので、のび太くんは空き地、静香ちゃんは森林、スネ夫はリッチなサーキット、ドラえもんは未来をイメージしたコース、ジェイアンは見るからに難しいゴツゴツした岩山。最初なのでまずはシンプルなのび太くんのコースで遊んでみましょうね。何これ始まってんの？ここで悲しいお知らせだレータ。なんとこのゲーム、ほとんど効果音がありません。レース開始のシグナル音もなければ、カートのエンジンアクセル音、秘密道具を取得する際の音とか、とにかくこれでもかってぐらい音がなく、ほとんど BGM オンリーな動画になることを先に伝えておくぜ。音のないレースゲームとは、でもそれだけじゃないんだよな。今画面を見てもらってもわかるだろうが、画面が恐ろしいほどちらついているのは、何もウプ主の録画環境が悪いわけではなく、このゲームレース中は終始激しいちらつきが発生するのだ。いや前回のアニマルプラネット伝説の水中とか辛かったけど、まさか上を行くゲームが出るとは。なので皆さんには終始このちらつきと BGM オンリーなレースゲームを味わってもらうぜ。地獄すぎて草。ただ、その成果説明書にはわざわざ注意書きがあってだな。安全にご使用していただくために、警告、ごく稀に、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などを経験。いやどんなデスゲームだよ。っていうかこれ別にドラえもんのゲームのためじゃなくて全部の説明書に書いてあるやつだろ。だがこのゲームでは本当に気分が悪くなる可能性があるデスゲームなんだぜ。なのでこのゲームで体調が悪くなってもウプ主は知らん。でも最悪さ、このゲームちらつきと効果音がないにしても、レースゲームとして面白ければ許容されるんじゃないんだよな。実はレースゲームとしてもこのゲーム微妙でな。このゲーム CPU の性能が直線が速くて、カーブが遅くて減速しちゃうっていう AI があるんだけど、この減速が想像以上に遅いせいか、CPU 相手だと直線の多いコースが強くて、カーブの多いステージだと極端に弱くなるのね。あれ？ってことは、このステージが一番難しいのだ。いやほんま設定どうなってんねん。初めてこのゲームをやったとき、CPU 結構強いなって思ったんだけど、まさかの最初が一番強いっていう謎すぎる仕様なんだよね。まあそれだけでもある意味大問題なんだけど、このゲームが抱える闇はさらに大きい。まだあるの？まずはこのコーナリングだな。レースゲームといえばやはりこのコーナリングがとても大事になってきて、ブレーキやドリフト、場合によってはアイテムなんかを駆使してスピードを落とさずに曲がりたいんだけど、なんとこのゲームでは、常にアクセル全開で曲がればよいのだ。いやダメだろ。って思いたいがそれが真実なのである。というのも、当然このゲームカーブでコースアウトするとスピードが落ちて、遅くなるっていうのはあるんだけど、その減速はブレーキをかけるよりマシっていう減速であって、下手にブレーキかけるよりアクセル全開で突っ込んだ方が速いのよね。マジか。例えばこれを見てほしいのだけど、これはノーブレーキでコースアウトしながらカーブをしたパターン。画面外へゴリゴリに体を押し当てているけど、同順位だったドラえもんとの大差はあまり生まれずそのまま抜ける。そしてこれがブレーキをしながらできるだけ上手にコーナリングしたパターン。
ブレーキをかけたことで後方にいたジャイアンに一気に抜かれ、そこから順位を取り戻すが、コースアウトした時とほぼ大差がないのだ。だったら結局コースアウトした方が考えるのが楽ってことになってしまい、しかも今はこんな簡単なカーブだからいいけど、後半もっと複雑なカーブがある時に、必要以上にブレーキをかけると最悪で、場合によっては勝てなくなるレベルまであるのだ。というのもこのゲーム、0km からの加速が信じられないほど遅くて、だけど CPU は立ち上がりの速度がプレイヤーの3倍は速いのだ。ということはどうなるかというと、スタートの時にさらっと流したが、このゲームにはスタートダッシュというものがないため、スタートと同時に CPU 全員に抜かれるという事態が毎回発生するのだ。CPU 優位すぎるだろ？そう、だからそのせいでスタート以外でも CPU 優位が働いてしまって、例えばこれはジャイアンに転ばし屋というアイテムを使われたので、全員が転んで時速 0km まで一度戻されるのだが、なんと前で同じように走っていたスネ夫とドラえもんは一瞬で名前の表示が消え、あっという間にスピード差がつけられてしまうのである。クソシステムすぎてくさ。ちなみに 0km から最高速まで上がるまで、だいたい8秒ぐらいかかるが、CPU はだいたい2、3秒で最高速に達するぜ。ちなみにのび太はこのゲームで最高の加速性能を持っているぞ。死ぬほど遅くてくさ。だからこのゲームコーナリングもそうだけどブレーキとか踏んだりして、一度でも減速すると再度最高速に戻すのにすごい苦労するから、下手にブレーキ踏まない方がいいのよね。止まるんじゃねえぞ。というわけでいろいろあったけど、これにてのび太くんゴールである。なんだか3周が随分長く感じたわね。ちなみにこのシナリオモード、何か他にストーリーとかないの？なんもないぞ。だからこのまま残り4人のコースをひったすら走るだけの画面が続くぜ。おう、マジか。だから次は順番通り行くので次は静香ちゃんのコースだぜ。いや相変わらずスタートが無言すぎんねん。効果音がないってやっぱつれえわ。では、静香ちゃんの森林コース、ぶっちゃけコースに関しては言うことないし、画面もちらつきだらけであれだけど、あっちの時もそうだけど、背景のグラとかキャラクターの顔とかデザイン、乗り物とかは普通に見るとよくできてて、先にネタバレしちゃうと、これコースによって乗り物が4種類もあって、性能が変わるわけじゃないけど、見た目だけは楽しめるんだよねこのゲーム。いや確かに良いけど先にもっと直すべきところにメモリ使えよ。まあ確かにそれはそうだな。では、少しレースも長いのでその間に、このゲームそのもののシステム的なところを解説。まずはさっきからちょこちょこ使っている秘密道具。これはマリオカートのようにコースにあるハテナを踏むことでルーレットが回り、3秒後に秘密道具が決まる。秘密道具は全11種類と意外に多く。多いな。まずはアタールガン、前方のカートに向かって発射するいわゆる赤甲羅だが、なんと外れることもあるのだ。いやアタールガンなら当てろよ。次は転ばし屋、自分以外のカートすべてがスピンして転ぶというもので、マリオでいうところのサンダーみたいな感じだな。ちなみに転ばし屋らしくちゃんとカートがひっくり返るぜ。これは強いね。うむ、だけど厄介なのは敵に使われた場合で、さっきも言ったけど全員が同時にスピンすると、ゼロから加速がプレイヤーと CPU で3倍違うから、相対的に自分だけがピンポイントで遅くなる恐ろしい秘密道具なのよね。言われてみれば確かに。だから同じ理由で、秘密道具にコケ落として投げ弾っていう、転ばし屋と同じ効果を持つ道具があるんだけど、これも敵に使われるとピンポイントで自分だけ遅くなります。もうこのゲームおかしいでしょ。さらに言っちゃうと、このゲームってマリオカートみたいに、順位によって何の秘密道具が出やすいとかってないから、1位の時に転ばし屋と手投げ弾引きまくると超圧勝するし、逆にビリの時にどうでもいい秘密道具ばっかり引くこともあるから、超秘密道具運ゲーなのよね。もうこれレースじゃねえじゃん。まあさすがに1コースにハテナは必ず2個しかないし、CPU 4人いても全員秘密道具使う頻度恐ろしいほど高いわけじゃないから、そこだけは救いだわね。では残りの秘密道具も一気にご紹介。次はアベコンベ、自分以外の全てのプレイヤーのコマンドが左右弱になるという道具だが、なんと CPU には効きません。ゴミじゃねえか。だから対戦用と割り切るしかないなこれは。せめて少し遅くなるとかあればいいのに効かないわほんとくさ。ほんと1ミリも反応しないからね彼ら。まるでコンピューターみたいなハンドルさばきだ。では次、シャボン玉ピストル。効果はコースにシャボンを配置して、触れるとスピン。まあ要はバナナみたいなもんだな。次、スロー。こちらもトラップ系で触れるとスピードが遅くなる。でもシャボンに比べればプレイヤーサイドで言うとかなりマシ。シャボンは 0km だけど、スローは減速されるだけだからね。コンピューターは知らないっす。彼らにはどっちを踏んでも変わらんのよな。まあそういうことだな。では次、コイコイマーク。こちらもトラップ系で踏むと路肩に出てスピンする要はバナナ。次は、電光石火。飲むと一瞬ダッシュできる道具要はキノコ。次は、バリアポイント一定時間無敵で敵も吹っ飛ばせる。秘密道具も無効化して、要はスタージャン。って思いたいが、なんとか速効果はないのだ。
じゃあいらねえ。このゲームカートごとの激突っていうほど多くないし、災害ビリの時にこれ来るから来たら基本外れね。では次、透明マント敵から姿を消してぶつけるとスピンさせられるが、今も言ったけどカートごとの衝突が少ないのでゴミ。ゴミ？最後はタケコプター。少しの間のスピードアップ。しかも浮いてるからコースアウトの減速もないし、敵に当たるとおまけでスピンするが、スピードアップがそこそこよく敵と接触も防げるので来たら割と当たり。コースアウトの減速がないから、カーブで使うと加速できるので、電光石火と同じぐらいには嬉しい。最終的にウプ主個人的ランキングをつけると、1位が同率で転ばしやかこけ落として投げ弾、3位も同率でタケコプターと電光石火。いか何が来ても変わらん。マジでそんな感じです。半分以上ゴミで草。うむ、でもとはいえ上位4つは来ると順位争いに必ず響くので、積極的に秘密道具は狙っていかないとレースに勝てないけどね。というわけで本編では一切盛り上がりを見せないままゴール。ほんまやな。でもここからは折り返し、次はスネオのコースだ。個人的にスネオのコースはゴージャスで、サーキット感があって少しだけ楽しいぞ。確かに背景の看板とか雰囲気は悪くないね。そう、このゲームデザインとか背景は悪くないのよね。そう、デザインだけは。デザインだけ。では悲しいこと言ってる間に残りの解説。次はキャラクターの性能差だな。これは説明書にある各キャラの性能差で、静香ちゃんがオールマイティ、のび太は加速が速いが最高速度が遅い、スネオはコーナリング上手だが最高速が遅い、ジャイアンは最高速が速いがコーナリングが悪い、そしてドラえもんは平均だが加速は遅いと、一見すると弱い能力値なのだが、実は隠し性能があるのだ。隠し性能、なんと聞いて驚くなよレイタ。ドラえもんの隠し性能とは、隠し性能とは、秘密道具使い放題だ。は？バカなの？知るの？いやマジなんだぜ。さっきからのび太くん他いつものメンバーは一生懸命コースにある道具を拾ってるけど、ドラえもんにはね、ほら、ポケットがあるじゃないですか。レースなんか無視して直接使えばいいじゃないですか。ま、つまりそういうことっすわ。いやバカだろ。どう考えてもドラえもんの性能ぶっ壊れてるだろ。そう、だからぶっちゃけこのゲームドラえもん以外使う価値ないんだよね。さっき偉そうにキャラの性能差とか説明したけど、実は実際やってみると体感できるほどこの差があるかというとほとんどなくて、性能が三角だろうが二重丸だろうが変わんないんだよね。マジかよ。だから余計にドラえもん一強とかしちゃってるのよね。秘密道具使い放題はほんとやりすぎでしょ。うむ、ただ一応補足しておくと、いくらなんでもいつでもどこでも好きな道具を使い放題ってわけでもなくて、多分数秒ごとに手持ちに道具がないと抽選をしてて、当たると何もないところから突然秘密道具ルーレットが回り始めるって感じなのね。だけどその頻度って結構多くて、体感だけど手持ちなしに数秒から、長くても30秒あればルーレットが回るから、このゲームどのコースも3分弱ぐらいかかると見ると、最低でも5、6回ぐらいはルーレット来るのよ。めっちゃ多くて草。そして当然ドラえもんは地面のハテナも踏んで使うことができるから、一般のプレイヤーが最高1レース6回しか使えない秘密道具を、大体その場合は投げれるって考えると恐ろしいわね。しかも万が一ハテナ踏み忘れても、その分手持ちなしの時間が増えれば、ルーレットの抽選時間も増えるから、その辺の保険にも強いのよね。マジでドラえもん強すぎて草生える。うむ、この秘密道具の強さは腕前云々じゃ当然カバーができないから、友達同士のプレイはドラえもんの取り合い必死だわね。わらわら、ではこのゲームの大体の説明は終わったので、もう少し細かいところも見ていこう。まずは操作画面の説明。左下の顔グラ、実はこれカートゲーム史上初のフェイスウィンドウを採用しており、というかこのゲーム以外搭載してるの見たことなげふんげふん。ほんま草、ゲームの箱の裏にも大々的に書かれている。そしてこのフェイスウィンドウにはちゃんと役割があり、まず平常時の顔はそのまま何も起きていない状態だが、誰かに抜かれると悲しい表情をし、誰かを抜くと喜ぶ顔をする。そして自キャラ以外の誰かが悲しい顔をすると、自分の投げたアタールガンやトラップがヒットしたという合図。他に自キャラ以外が喜んだりしていると、転ばしやとかこちらに危害を加えたことに成功したパターンである。なお、これらフェイスウィンドウシステム自体説明書には一切記載がないということを付け加えておく。いや業界初なら書けよ。これらはウプ主がプレイ中に気づいてまとめているだけなので、もし違っていたら申し訳ないぜ。では次に中央の地図だが、文字通り周回中の地図で、白丸が自分、黒丸がその他のキャラである。ただしこの地図リアルタイムに更新しているわけではなく、一定の位置を通過することでポイントごとに移動するので微妙に見づらく、しかも 100% 正しいわけではないのだ。いや何のための地図だよ。ではここで本編では1位でゴール。次はドラえもんのステージを攻略していくぞ。ドラえもんのステージは22世紀をイメージしているらしく、背景には未来の建物、そして乗り物がタイムマシンになっているなど、非常にキャラゲーらしく面白いデザインになっているが、
性能的には特に変わりないのでこのまま楽しいレースをご覧ください。このゲームほんと盛り上がりに欠けるわね。ではちょっと話は戻すけど、先ほどの地図の話、下にある地図がなぜ正しくないと言えるかというと、これはこの後に行うジャイアンのステージを見るとわかりやすいのだけど、例えばここのヘアピンカーブ、地図上ではものすっごい狭い距離に曲がるところなのだが、なんとこのゲーム一定の角度までしかカーブが表現できず、地図上ではほとんど180度に近いカーブも30度ぐらいが限界になっている。そして今気づいた人がいるだろうか。そう、白丸の位置がめちゃくちゃずれているのだ。ほんま役に立たねえ。ちょっと巻き戻してみてみると、はい、まずはヘアピンカーブですが、はい、ストップ。まだカーブに差し掛かったのに地図上ではもう先行して進んでいるのがわかりますね。ほんまや。それでは今度は少し進めてみると、ヘアピンカーブを経過して、今ここ地図上では一旦右にカーブしていますね。で、まっすぐの道になると、はい、ストップ。ここでレイタに問題だ。今のビタは地図上で言うとどこにいると思う？ヘアピンカーブして右に曲がったんでしょ？だったら地図上では少し先行してるけどここじゃないの？残念。正解はここでした。いや、ここだったら地図上でもう一度左に曲がって右に曲がらないとおかしいじゃない？カーブ2個も飛ばしてるしどういうことなの？これ一体どうなっているのか、正解の VTR と共に確認してみよう。これマップ上に赤線を引いたのが実際にのび太が走っているだろうコース。この辺りからきついカーブに突入するのだが。あれ、めっちゃはみ出てるよ。おいおい、全然コースの地図と走ってるところ違うじゃん。あれ、90度のカーブまですっ飛ばしてっちゃってるし。あ、ここで右に曲がる本来のコースに戻るのね。これ一体どうなってるのよ。さっきも言っただろう。このゲームは30度ぐらいまでのカーブしか表現できない。ということは、地図上では極端なカーブを書いていてもコースでは表現できず、このように実際のコースとは違うマップを現実で走らされているのだ。いや、クソほど役に立たねえマップだな。っていうか無理なら無理で嘘のマップ表示するなよ。いやほんとだよな。しかもこれこのコースだけじゃなくて、いわゆるきついカーブの部分が多いとコースで表現できず、実際とは違うマップを走らされていることが多々あるのだ。レースゲームってマップでドリフトやブレーキの位置調整するのにほんま何してんねん。うむ、というわけで以上が実際とは場所もコースも違うマップでした。というわけで裏で流していたドラえもんのコースだが、特に見どころもないので倍速。ここで画面の説明の続きに戻ると、実はドラえもんのコースだけ上のアイテム表示の UI が変わっていて、ちょっとだけオシャレになっているのよね。ほんまや。そしてこういった未来の街だけど、少しだけ小話をすると、かなり昔に藤子不二雄先生の二人がユートピア最後の世界大戦っていう本を出したんだけど、その本も少し未来の世界の話で、当時未来の街を描けなかった A 先生が、自伝みたいな漫画道では文房具を適当に配置して、それを未来の街のように描いたみたいな話があり、実際のユートピアの原稿を見るとこういう感じなのだが、これが嘘か本当かわからないけど、こうやって未来の街が描かれているかと思うと、もしかしたら F 先生もこういう感じに未来の街を想像したのかもしれませんね。なるほど。実際に未来の街がわからなくてもアイディアと工夫で想像して描けるんだね。うむ、つくづく漫画家はすごいなーって思うところさんなのでした。では小話はこれぐらいにして、画面に戻すと最終ステージのジャイアンのステージだが、岩山をイメージしたゴツゴツしたステージと言っているが、まあ実際は先ほど説明したようにマップと実際のコースは違うので、確かにカーブは多いけれど30度を超えるような極端なカーブはなく、見た目ほど難しいコースでもないし、そもそもカーブが増えれば増えるほど CPU が弱くなるという AI なので、ぶっちゃけ空き地より全然楽勝なのであった。ほんまこのゲーム何かがおかしいよ。では最後の解説に画面右下、一番上の R はおそらくランクの R、今現在の順位だな。L1、2、3は言うまでもなくラップ。そして TT はトータルタイムだな。では全ての解説は終わったので晴れてこれで地獄からの出所である。出所は草？ここ今更だけど横顔のキャラの判別難しい気がする。確かに。ではエンディングへ。おめでとう、次のレベルに挑戦だー。おい、嘘だろ。はい、というわけでまさかの各コースのレベル2でございます。ちなみにこれがレベル1とレベル2の違いだ。ほとんど一緒じゃねえか。そう、しかもコースが複雑化したことにより CPU が相対的に弱体化していくので、楽ではあるがこの供養をもう5回繰り返します。うえぇ、さすがに長すぎるのでカット。順番通りクリアする予定が静香ちゃんのコースで2回負けて、予想以上に苦戦しました。負けたのかよ。道具運が悪いと普通に負けるぜ。ではエンディングへ。おめでとう、次のレベルに挑戦だ。ほんま草生えるわー、ふーざーけーるーなー、不要で草ってなわけで約20分かけてクリアしてきました。それでは今度こそ感動のエンディングへ。どう、のび太くん、面白かった。なに、煽ってんの。わらわら、うん、すっごく面白かった。絶対嘘だろ。また今度も俺様が華麗なテクニックを見せてやるぜ。あんなに荒っぽい走り方をしていてよく言うよ。ほんまやな。なんだとスネ夫。ママたけしさん。
戦、でも本当に面白かったわ。あれまたみんなで遊びたいわね。あらみんなで集まって何をしていたの？あ、ドラミさん。ドラミじゃないか。久しぶりだな。ドラミちゃん、僕たち箱にはカートでコースを作ってみんなで大会をしていたんだ。面白そうじゃない？今度はぜひ私も仲間に入れてもらえないかしら。じゃあ明日はドラミちゃんも入れてまたみんなで遊びましょう。あれ？この流れ。よし、明日も頑張るぞ。皆さんへ。私と一緒にカートをしてくれる人はこの後も、続くからを選んでね。で、やっぱ続くんかーい。はい。というわけでこのままスタッフロールで締めに入りたいが、実は真のエンディングを見るためにはもう一度クリアしなければいけません。うっそやろーい。というわけでドラミちゃんの言葉通りシナリオモードの続くからに入ると、このようにドラミちゃんが選択可能になりました。なので当然ドラミちゃんを選択。しかもドラミちゃんの追加だけではなく、なんとドラミちゃんのコースまで追加されるのであった。おお、ドラミちゃんにドラミちゃんのコースまで追加って嬉しいね。ちなみにドラミちゃんはドラえもんと同じ性能だぜ。強いな。あれ、でも待って、ドラミちゃんのコースが追加されたってことは。はい、そうです。クリアするまで回らないといけないコースが増えました。ですよねー。しかも当然レベル1、2、3とあるので、今回っているのがお花畑をイメージしたチューリップみたいなコース。レベル2もセリフは変わらないが、ドラミちゃんのリボンをイメージしたコース。そしてレベル3はゾウさんである。いやこれ、子だよ。魔法ことなき、子だよ。消されるからやめろ。まあ何を思ってこうしたかはさっぱり不明だが、おかげさまでクリアまで全18回回らないといけない羽目になったので、はい、1時間半ぐらいかかって全て回ってきました。マジモンの地獄で草。人生で初めて供養すぎて途中居眠り運転してしまったぜ。では今度こそ真のエンディング。のび太たちは時間を忘れてカートを楽しんでいました。そして気がつけばもう夕方です。ゲーム中になっちゃったわね。そろそろ帰る時間だわ。本当面白かったわ。またみんなで遊びましょう。よし、またみんなで新しいコースを作って遊ぼうぜ。それなら僕もっとすごいコースを作ってくるよ。それじゃあみんな今日はこれくらいで終わりにしよう。またねのび太さん。じゃあなのび太、新しいコースを考えとけよ。それじゃのび太さん、お兄ちゃん、私も一度未来に帰るわね。うん、またねー。よし、みんなをあっと言わせるようなすごいコースを作ってやるぞ。やれやれ、のび太くんはこういうことには頑張るんだから。その日のび太は一晩中新しいコースを考えていました。そして次の日。あ、しまった。今日は宿題があったんだ。昨日はコースを考えることに夢中ですっかり忘れちゃった。どうしようドラえもん。まったくこれだからのび太くんは、僕知らない。そんな。ドラえもん。終わり。というわけでこれにてドラえもんカート解説実況は以上である。それでは完走した感想ですが、かなり厳しいですね。でしょうね。いろいろなドラゲー今までやってきたし、ドラえもん好きなウプ主でも、あまりにつまらなくて死ぬかと思いました。わらわら、まずいろいろあるけど、そもそもドラえもん以前にレースゲームとして面白くない。レースゲームに重要な走る爽快感がなさすぎる。立ち上がりがめっちゃ重いし、エンジンとかの効果音ないし、ブレーキいらずの常にアクセル全開で勝てるし、CPU が難しいコースほど弱いし、負ける時は秘密道具運が悪い時だし、キャラの性能差がないに等しいし、ドラえもんとドラミちゃんが強すぎるし、マップが間違ってるし、ちらつきが激しくて目が痛いし、秘密道具で妨害を受けると、理不尽に CPU だけ有利になるから、もはやレースゲームじゃなくて道具の運ゲーみたいになってくるし、その辺レースゲームとしてかなり厳しい点が多いですね。そしてレースゲーム以外を見ても、実はこのゲームセーブデータが一個固定になっていて、一度エンディングを見るまでキャラの変更ができず、実はここまで来るのにのび太とドラミちゃんしか使えませんでした。ただ、今のように2回全クリすると、いつでもどこでもキャラ変更が可能になるが、最初からそうしておいてほしいのだった。そして実は2周クリア特典として、ドラえもんサーキットが解放されるのだ。おお、なんと。では最後にこのサーキットを走りながら残りの感想をば。悪い点ばかり述べてきたが、このゲーム良いところも少なからずある。例えばマリオカートのように、たくさんの秘密道具をレースで使えるのは良いですね。道具の特徴を生かしたドラえもんらしさは出ているし、BGM もオープニングエンディングレース中含めたった4種類しかないけど、まあ悪くはないかな。そして個人的に一番褒めたいのはグラフィックやデザインですね。例えば今のステージも学校もそうだけど、ドットで非常に綺麗に表現されているし、今回あまり多く紹介できてはいないけど、キャラの表情とかも多いですよね。ドラミちゃんのやったぜ、みたいなポーズとかかなり可愛いと思います。それにレース中の乗り物とか多いし、秘密道具にやられたらちゃんとアクションも起こすし、そういうキャラの表現豊かなところは素直に褒められるべき点だと思います。ただ、それ以外があまりにもお粗末という感じなので、世間一般的にクソゲーと呼ばれてしまう代物になってしまうんでしょうね。クソゲー扱いか、まあしょうがないか。
では最後に余談になるが、このゲームエポック社が当時宣伝しているポスターに、みんなの作ったコースでレースを楽しもう、という謳い文句があるが、このみんなというのはプレイヤーではなく、当然いつものドラえもんメンバーを指しているので、ここだけ見るとコースを作成できるのでは、と思いきやそんなものは存在しないので、微妙に古代広告というか、紛らわしい感じになっているのだった。確かに紛らわしいね。では次、この2周目のエンディングを見た後に、好きなキャラで好きなコースを攻略できるのだが、攻略するとシナリオモード同様、1位を取った証である王冠がつくのだが、これもしかしたら3周目あるのでは、と思ってウプヌシまた1時間半かけてクリアした結果、はいまさかの何もありませんでした。くっそ疲れすぎて草、こんなやり込み要素いらないんだよな。では最後の余談として、このドラえもんカート腐ってもドラえもんの名を冠しているからなのか、そこそこ売れたみたいで、なんと次回作があります。マジかよ。というわけで次回はそんなクソゲーのレッテルを貼られたドラえもんカートは、どんな進化を遂げて帰ってくるのか、1の不満点を全て解決して神ゲーとなるのか、それともさらに悪化してクソゲーと化すのか、まだ続くのかこのレース、次回をこう動きたい。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。